塗装が終わって2日目です。タイヤ跡がつくって言われたんで、前ゴさんに紹介していただいた Amazon で買ったゴムマット引いてみました。ずれるんじゃないかなと思うんですけど、これで 20m ぐらいですかね、持ったのかな。それで結構しました。2万円ぐらい、1万円くらいしました。でこのテープ、取り外し可能、ものすごいネチョネチョしてるテープで、この前と後ろをつけただけです。最初は塗装しないでこれを引こうと思ったんですけど、まあ塗装しても汚したくない気持ちは同じなので、マットを引いてます。もう箱入りですね。箱、何もしないよりいい感じだと思います。暑いけどあっち側も貼ってみようと思います。